タウン級駆逐艦はイギリス海軍が運用していた駆逐艦の艦級。1940年9月2日に英米間で締結された駆逐艦基地協定に基づき、バハマなどの軍事施設と引き換えにアメリカ海軍から譲渡された駆逐艦軍である。いずれも煙突が4本あったため、ホーパイパーズやホースタッカーズの愛称で知られた。多くは英海軍にて運用されたが、 一部はカナダ海軍にも譲渡された。また、英海軍からの退役後、ノルウェー海軍やオランダ海軍、ソビエト連邦海軍などで運用された艦もあった。もともと、英海軍では3つの艦級として扱われていたが、これらの3艦級は設計上の連続性が高かったため、英海軍ではタウン級駆逐艦という1つの艦級として扱った。英海軍本部は、 タウン級駆逐艦の命名基準をアメリカ、英連邦の双方に存在する街の名前と定めていた。一方、カナダ海軍では完名に川の名前を選ぶ伝統があり、上とされる駆逐艦の命名基準をアメリカカナダ国境の河川の名称と定めた。例外として、ノバスコシア州にあったアナポリス川の名前もアメリカ海軍兵学校の通称との関連性から、 あえて用いられた。タウン級駆逐艦のうち最も著名なのは HMS キャンベルタウンであろう。キャンベルタウンはブリティッシュコマンドス及び英海軍による特殊作戦チャリオット作戦に河川として投入され、サンナゼール港のノルマンディドックとして知られる大型ドックに突入、乗組員脱出の後に自爆した。この作戦の成功により、ドイツ海軍の戦艦、 ティルピッツの大西洋進出が阻止された。チャリオット作戦を題材とした1952年の映画、封鎖作戦の撮影には、タウン級の最後の一隻である HMS レミントンが使われた。同時期に、英海軍が運用していた、同世代の VW 級駆逐艦と同様、タウン級もまた乗組員に好まれた船ではなかった。いずれの艦も老朽化が進んでいたこともあり、 高校時にはひどく揺れ、艦内の居住性は劣悪だった。揺れの主な原因でもあったあまりにも細身な艦幅は、二芯の腹たともひねくられた。通常、二つのスクリューを備える艦船は進路への影響を抑制するべく、回転方向を逆にしているが、タウン級では二つともが同一方向に回転するために一つのスクリューを備える艦船と同様に扱う必要があり、この点は、 ソーダを担当する士官から非常に嫌われていた。旋回半径は英国の戦艦と同程度と言われるほど広く、信頼性の低いソーダ装置も相まって精密な相関が要求される。対戦線への投入は明らかに不適当であった。ガラス張りの環境も夜間活動時に反射による発見を招くとして好まれなかった。しかし、 1940年当時ドイツ海軍は新たに獲得したフランス大西洋側沿岸の軍港に無数の U ボートを配置し英国船団への攻撃を激化させていた。そのため数々の欠点にもかかわらずタウン級は貴重な戦力の一つとして大西洋における船団護衛任務に投入されることになる。米海軍時代の標準的な武装は50口径4インチ砲4問。 23口径3インチ砲1門、魚雷発射管12本であった。ィックス9駆逐艦の場合、4インチ砲の配置は1門が選楼を、1門が5艦班に配置され、さらに第2煙突と第3煙突の中間あたりの上限に設置された、砲座上に1門ずつが設置されていた。英海軍本部では、航行時の安定性を確保するべく、 受領後速やかに各艦から4インチ砲1門と6本の魚雷発射艦を除去した。これに加え、特に対戦戦能力が要求された23隻は、より多くの武装が除去された。対戦戦重視型の各艦はさらに2門の4インチ砲と3本の魚雷発射艦を除去し、代わりに爆雷投射機とヘッジホック対戦迫撃砲を搭載した。ありがとうございます。